下奥井駅は、富山県富山市下奥井二丁目一番地にある、富山地方鉄道富山高線の駅である。駅番号は C30。千鳥式ホーム二面一線の地上駅であり、下奥井踏切を挟んで上下ホームがある。ホームは、低床ホームとなっており、旅客和や等の設備が設けられている。LRT 加護の富山高線の各駅及び各、停留場においては、 各伝停の旅客和や壁面を個性化壁と称して、駅周辺の文化や歴史を伝える衣装を施しているが、当駅においては山口久美子がデザインを手掛け、当駅旧駅舎がモチーフとなったイメージグラフィックが掲出されている。当駅における個性化壁の共産企業は富山科学工業である。花壇が設置されており、近隣住民や、 富山県立富山町各総合支援学校の生徒、富山科学工業の社員等によって整備されている、単式ホーム一面一線を持つ地上駅であった。かつては列車同士の行き違いが可能であり、相対式ホーム二面二線の構造を有していたが、撤去された。1975年9月6日撮影の当駅周辺航空写真あたり駅における貨物取扱いは、 1982年11月15日に廃止された。廃止時には専用線発技車扱い貨物に限定されており、前世紀の1970年度においては、発着合計34,821トンであったが、1981年度には6,295トンまで減少していた。廃止後の貨物は、富山駅か富山港駅で取り扱うこととされた。 1953年10月10日付、鉄道広報第1254号通報専用線、一覧別表掲載中、当駅接続の専用線は次の通りであった。1970年10月1日現在における、当駅接続の専用線は、以下の通りであった。富山県統計年間によると、当駅における、各年度の1日平均乗車人員は、以下の通りであった。 近年の1日平均上高人員は以下の通り、ありがとうございます。